どうもダイノスケです。今回は大抵の人間って準備をしてたら人生が終わってた寿命を迎えてたっていうことについてお話ししていきます。まあ、ちょっとグサッとくるかもしれませんけど、まあこれはちょっと昔の僕にも言いたいことなんですけど、まあ、先に結論この動画の結論をお話ししたいんですけど、まあ僕たち後ろ指刺されたくないとか嫌われたく、誰からも嫌われたくないとか。あのまあ、失敗したくないっていう風に完璧求めますよね。その気持ち非常によくわかるんですけど。 完完璧璧主義って実は完璧とはと遠い人生ななわけなんですよねで。僕たちが嫉妬してアンチコメントを書いてるような、まあ、有名人とか経済的に独立してる人たちとかってあの、まあ、完璧に計算してじゃなくて面白そうだからとりあえずやってみようので失敗したら軌道修正してみたいな風に見切る発射で行動してる人たちばかりなんですよね。でぜひまあ、例えば僕の あの僕の知ってる事例だとキングコングの西野さんとかメンタリスト DAIGO さんとか堀江貴文さんとか中オリラジの中田敦彦さんとかまあ彼ら明らかに頭いい人たちなんですけど彼らは口を揃えてとりあえずやってみろってであのまあそ,そんな人間のちっぽけな脳みそで正確な未来の予測なんてできないとだから、まあ、あの自分の中で仮説を立てて挑戦してみて間違っていたら修正すればいいって。 中田敦彦さんの座右の面前言撤回ですからね顔出しやめるっていうふうに言って速攻でその発言を撤回してたりとかしてるじゃないですか僕たちよりも圧倒的に頭がいい人たちでさえ分からないこととかやってみないとそのなんか結果がどうなるのか知りえないこととかってたくさんあるわけなんですよね。にもかかわらず僕たち凡人が何をその自分はどうせやっても無理だからっていうふうに未来を決定づけてんのって話なんですよね。で人間、まあ、どれだけ賢かろうが人間のちっぽけな脳みそで。 世の中を正確に予測ななんんてでできるはずないんですよね。だから皆さんその自分はどうせ何やっても駄目だっていうふうに思うじゃないですかその気持ち非常によくわかるんですけど自分はあの今後一生あと70年ぐらいの寿命が尽きるまでどんなことを一生懸命やっても何も成し得ないだろうっていうふうな予測能力があるんだったらそういうふうに自分の未来を正確に予測する力があるんだったら何で株の取引とかあの まあなんか投資家にならなならいのって話なんですよねだってどの企業があの絶対うまくいかないかとか自分があのもし仮に僕が今後あの何をやってもうまくいかないという能力が,かるあ,があるんだったらあの例えば競馬,だ競馬とか株の投資とか自分が買う銘柄と逆張りをする人たちを用意してあのまあなんだろう逆張りをした人たちが必ず勝つじゃないですか。だから あの俺が予想するやつをあのその人たちに教えるからその逆張りをしてもし報酬を得たらその一部を僕に還元してみたいな風にき生きるんですけど皆さんはなぜそれをしないんですかって話なんですよねつまりその自分はできないっていうふうに頭ごなしに決めつけているだけでそのなんだろう自分は能力がない才能がないっていうふうに言ってるのになんでその能力がない才能がない人間のちっぽけな予測能力予測精度を信用してるんですかって話なんですよね。 で実際行動した後自分の今までの、まあ、どれだけ失敗しないように入念な綿密な計画を立てたところでやってみてああれこれここ全然ダメじゃんんみたいなこととかあるんですよね例えば僕がこうやってベラベラ喋っているのだってまあもう3年ぐらいやってるのかなずっといろいろ改良の,あの今も改良中なんですけど、まあ、形なんてあのこ,れこれがもうベストだっていう風に思ってたとしてもいやもっといい選択肢あるじゃんっていうこととかたくさん出てくるんですよね。 まあ、サムネイルだったりとかその動画撮影で最初は実写でやってたけどでそのあと編,編集の作業とか文字あの貼り付けてたりとかしたけどもうめんどくさくて編集が嫌すぎてじゃどうしたらいいかっていうふうに、まあ、マインドマップを見せながら喋ったりとかけどマインドマップを入念に完璧に書くのめんどくせえなっていうふうに思って今みたいにタイトルだけ作ってでもう補足の情報だけちょびっとだけマインドマップを書いてもうあとは録画ボタンを押すだけみたいなふうに手間を減らしたりとか。 でサムネイりも最低限もうなんか1分ぐらいで終わるような簡単ななおかつコスパがいいようなあのサムネのテンプレートを自分の中で作ってでそれを貼り付けるだけにするみたいなふうにその、まあ、3年ぐらい前そのなんか5万人もあの俺が喋ったらもうすぐ俺の才能が発掘されてあのなんかすぐにチャンネル登録者100万人とかチャンネル小僧あちょチャンネルちょんまげ小僧さんぐらいよりも。 なんかすごい成果いくだろうっていうふうにまああの、まあ、まあなんかあの傲慢にも思ってたんですよねただその昔の動画を見返してみたりとか今でも全然今の状態でも全然知識足りてないし自分よりも僕なんかよりもよっぽど話が上手い人のとか山ほどいるんですけどであの昔の動画を見返したら今の僕よりも圧倒的にひどいわけなんですよね今の僕でさえひどいのに昔の僕は圧倒的にひどいわけなんですよねただ当時の僕は これがベストだっていうふうにあの思っていたっていうぐらいあの、まあ、僕に限らずやっぱ人間っていうのはね調子に乗るしあのこれがベストだっていうふうに考えちゃうこれ以上ないこれ以上完璧な策はないとか思っちゃうんですけどその一歩踏み出てでその新しい場所で振り返ってみて自分の場所を見たらあなんか自分ってすごい狭い世界の中で暮らしていたんだなっていうことに気づけるわけなんですよね。 ただその気づけるためにはその自分の狭い世界をぐるっと見渡して「これが世界の全てなんだ」っていうふうに「進撃の巨人」の壁の中で自分の世界はここが全部なんだっていうふうに思ってたとしてもその国外から見たらあのまあ巨人を有するちっぽけなあのパラディ島っていうふうになるのと同じようにただあのその国の外からいくら叫んだところでエレンたちにはあのまあ物語の序盤のエレン少年たちには 壁の外の外世界なななんんて知りようががいいし声が届くはずないんですよねだからまずは自分から壁の外に出てみるっていうのが重要な,重要なんすよっていうことをお伝えしたいんですよね。そまああのちょっと「進撃の巨人の例えは良くないか」だって壁の外出ちゃったら巨人に食われちゃいますもんね。な、ま、ん、あ、せよちょっとニュアンスが少しでも伝わればいいなっていうふうに思うんですけどでタイトルにある「大抵の人間たちは準備をしてたら人生が終わる」っていうのは。 まあ冒頭でもお話ししたように失敗したくない気持ちは非常に共感するというか分かるんですよ。でだから少しでも準備したいと、まあ、例えばあの自分の社畜人生を変えたいと副業してみましょうとか転職活動してみましょうとかいろんな選択肢あるじゃないですかとかあの、まあ、実家暮らしでもう親が鬱陶しいとかその何かあの隣人トラブルが面倒くさい引っ越しししようかなっていうふうにいろんな選択肢が出た時に。 時間がない、お金がない経験,経験がない知識がない人脈がないだからやらないあのこれがあればやるんだけどなって自分の頭の中で理由を作ってませんかでちなみにまあ確かに現実問題そのなんか社畜から脱出したいけど副業をやる時間がないんですよと大之助みたいに暇人じゃねえ,ねえんだよとお前にはどうせ一生俺の私の気持ちなんて苦しみなんて分からねえんだよなっていうふうにあのおも思ってると僕は勝手に 考察,考察というか推察してるんですけどじゃあちなみにその皆さんが時間があればやる副業やるっていうふうにおっしゃってますけどそれっていつ訪れるんですか何ヶ月後ですか何年後ですかその時間を生むために皆さんは日頃どういう努力してるんですかって話なんですよね、まあ、チーンって感じですよねあのすいませんライフ削ってしまってって感じなんですけどで結局そのまあ僕の発言に対して あの大声でかっけしてもいいんですけどあななたのの人生はそのまま終わっってていいんですかって話なんでですすか話よねで結局どんな人間も自分の人生を変えたかったら今の満足してない現実をちゃんと見据えること向き合うこと自分の現実が理想といかにかけ離れているか今の生活がいかにダメなゴミクソ人間なのかっていうのを認めないと自分を変えようという気にならないわけなんですよね。例えばその太ってる人が 自分が太っていいることと、認識しないと自分の体型これでいいんだけどっていうふうに思ってたらそもそもダイエットしようっていうふうに思わないじゃないですかであの、まあ、皆さんが大阪に住んでて東京に行こうというふうに思った時にいや、えっと、大阪から東京に行こうっていうふうに思ってて皆さんは大阪に住んでいると皆さん思ってたとしましょうただ実際の皆さんが住んでいる住所は北海道の網走韓国ですというふうになったら。 その北海道の網走監獄から東に行ったところですぐに海にたどり着きますよねあのいくら東に住んだところであの東京にはたどり着けないじゃないですか何が言いたいのかっていうとどんなに優れたナビでもグーグルマップでも現在地をちゃんと入力しないと目的地までのルートなんてわからないですよねだからまずは現実と向き合いましょうということであの結局まあ何かを挑戦するときに いやけど失敗したらとかだから失敗しないようにちょっと準備をしたいっていうふうに思ってるんでしょうけど、まあ、昔の僕も思ってたんですけど、まあ、僕の場合は行動ししない自分を正当化してるだけだけったんでで、すよねで例えば副業する時間がないと僕昔の僕はとかお金がない経験がない知識がないっていうふうに言い訳してたんですけどあの、まあ、じゃあお金がかからなくてもできることな副業ってなんだろうあのスマホ一台で なん YouTube で動画撮影してみるとかブログ作ってみるとかほぼコストかからずにできるよねとか、まあ、ウェブライターとかねでプログラミングもパソコン1台あれば技術さえあればできるよねだったりとか時間がないっていうのも家帰ってだらだらと YouTube 見る時間とかを例えばもう疲れてるんだったらさっさと寝て朝早起きしてなんかあの本を読んでみるだったりでその読んだ内容をマインドマップにまとめてみるだったりちょっと喋ってみるだったりまあ休日はそのないことはないよねと。そのの休日の時間に そのダラダラと YouTube を見て結局お前ずっと YouTube 見てんじゃないかって話なんですけどまあ僕たち底辺の人間が誰しも行っているであろう休日とか空いた時間箇所分時間を全部 YouTube とかスマホを見てダラダラ過ごすっていう時間をできるだけ本を読む時間とか,あのまあなんか動画撮影する時間とかに回してみようだったりとかまあ経験とか知識っていうのも見切り発車でとりあえず自分がある程度まとめた内容を喋ってみてなんかここ説明不足だなとか。 うまく伝わるのかかなとか皆さんのリアクションを見てあのなんか早口すぎてで早口の割に中身がペラペラあの薄っぺらいってあのペラペラ喋るの方じゃなくて中身が薄っぺらいとかそういうフィードバックとかいただいたらあじゃあもうちょっとリサーチするかとかじゃあもうちょっとテンポを遅くして聞き手にもその僕の喋った内容を咀嚼できるようなテンポを作って、まあね、もう少しスローペースで喋ってみようかなだったりとかまああの 経験だったりとか自分の実力不足とかっていうのを皆さんの反応を見ながらやったりとかできることはあるわけなんですよねとかあったわけなんですよね僕の中でも。でこれがベストだこれがベストだっていうふうに思っててでなおかつベストだと思っていたのに成果が出ないこれなんでだろうって思ってなんかまあ自分よりも成果が出てる人とかに率直なアドバイスお願いしますっていうふうに聞いてなんかサムネイルが分かりにくいとか話し方がその。 なんか早口すぎるだったり言い方が攻撃的すぎるとかそういうところとかを反省してちょっとずつ修正してっていう最中なんですよね。っていうふうにまあ僕に見習えというわけじゃないんですけどやっぱり僕たち凡人が成長していくためには行動して努力して試行錯誤してっていうのを繰り返さなきゃ上には登っていけないわけなんですよね。まあ、冷静に考えて皆さんあの努力しない凡人が その周りのの人たち以上の成果手に入ると本気で思いますか、まあ天才だったらほとんど努力しなくてもあのなんかほとんど失敗しなくても素晴らしい成果とかあのまあ才能とか遺憾なく発揮するのかもしれないですけど僕たちはその他の人間と同じような生活をしてて何も特別なポジションについてないし自分は幼少期から別にもともと初めて 最初から初めてその平均よりも上にいったみたいなこととかもそうそうないわけなんですよねないってお気づきっすよねだったら自分が凡人だっていうふうに気づいてるんだったらけどその僕たち凡人その一生社畜となって終身雇用もほ,ほぼ崩壊していて定年の時期もどんどん伸びてきていてでこの人口減少とか少子高齢化とかどんどん貧困化して無理ゲーになっていってるこの日本で生きていくためにはまああの。 他の人たちと同じように我慢して死んだ顔して生きていくのが自分のやりたいことかっていう風に言われたら違うじゃないですか他の人たちとは違う結果を求めてるんですよねじゃあ他の人たちとは違うことしないとって話なんですよかの有名なアインシュタインさんでさえあのまあ、ある名言残していて周りと同じことをして違う結果を求めること人はそれを狂気と呼ぶっていうような言葉を残してるんですよねだからあの1たす1を 何回やっても答え二になるんですよ。けど僕たちは。なんか朝起きたら年収一億円になってないかなとか。異世界転生してえなみたいな風に一足す一で十とか百とか千とか。まして一万とか求めてないですかって話なんですよね。一足す一以外の場所で。あのなんか。他に足せるもの。副業で四十足しましたとか。転職で。あの一足す一じゃなくて80、八十足す八十で百六十手に入るようになりました。っていう風に。 自分で行動してレベルアップしていかないと一生削除され続ける底辺の人生が待ってるかもしれませんよって話なんですよね。でその完璧主義は完璧とは程遠い人生で僕お話ししたと思うんですけどその完璧主義を求めるとどうなるのかというとそのありもしななない完璧な準備を求めるわけなんですよね。時間お金経験知識人脈全部が揃った時に行動しようっていうふうに思ってたら、まあ、僕たち凡人にそんなチャンスそうそう訪れないわけなんですよ。 まあその空から歩いてたら空から可愛い女の子が降ってくるのを待つのと同じぐらいそのなんか30半ばの女性が王子さん白馬の王子様が現れるのとを待つのと同じぐらいなんか希望のななないいよようなことをしているわけなんですよねで皆さんその学生時代いじめられてたとか僕みたいねとか社会人だってパワハラに苦しんだとか僕みたいね <laughs> とっていう人だし誰か自分を助けてくれるヒーローが現れてくれるはずっていうふうに。 思っていたかもしれませんけど僕みたたいいねで、そういうヒーローロ現れました少なくとも僕は現れなかったしあのまあ現れてないからヒーローが現れてないから今僕たち困ってるんですよねけどいつ来るかもわからないヒーローに自分の人生を全額するのってなぜですかって人生逆転するために神様に認められて宝くじで一発逆転やあの、まあ、競馬やあのパチンコやっていう風に。 なんか裏切られ続けてるものに今の,あの自分の,そのルーレットを一点書きするのってなぜですかっていうふうに僕個人としては思うんですけどで、まあ、失敗怖いっていう気持ち分かると思うわかるんですけど僕たちが唯一絶対に失敗しない方法があるんですよねそれは挑戦しないこと行動しないことなんですよ挑戦するから僕たちは失敗するんですよつまり何もしなかったら失敗はないんですよね今の政府と同じですよね 何かあのこ,れをこれをやりますというふうに言ったら絶対その暇人の,あの知識も乏しいような人間がネットで批判するわけなんですよね。でその批判が怖いからその当たり障りのないようなことをしてただ時間だけがいたずらに過ぎていったら、まあ、菅さんみたいにいろいろ主体的にやってくれた人が叩かれて結局降ろされちゃってでその一方で何もしない岸田さんはノーノーとしばらく政権保持してましたよね。で今もも保持ししてるのかもしんないけど っていう風になんかね行動する人、成果を出す人が叩かれる社会に今の日本になっちゃってるんですよねで、だから僕たちもその前に習いで、じゃあ挑戦しない方がいいのかとか行動しない方がいいのかっていう風に思っちゃってるかもしんないけど何にも行動しなかったら何にも学ばないから何にも成長しないわけなんですよねで最終的には年齢の割に中身すっからかんまあ、財布もすっからかんな残念な大人僕たちが大嫌いだった明日の あの何にも能力を持たないし若い人たちの足を引っ張る老害に僕たちが将来になっちゃってるかもしれないですよって話なんですよね。それあななたの求める人生なんですかって話なんですよ、まあ。皆さんが幼少期の頃から「将来の夢で」の作文で「僕の私の将来の夢は誰からも嫌われる社会のお荷物の老害になることです」っていうふうに思ってるんだったら「おめでとう」「あなたの夢は必ず叶います」っていうふうに言えるんですけどそんなことないですよね。だったら まあ、完璧求めるのやめて一緒に行動していきませんかって話なんですよね。で、まあ、とはいえ行動するの怖いじゃないですかだから、まあ、これまでの僕の今までの動画とかでいろんな副業を挑戦して失敗しましたとかなんかあの詐欺に騙されたことありますみたいな話とか失恋したことをこういうことで失敗し失恋しましただったりとかいろんな挑戦をして失敗した話とかお話しさせてもらってるんですけどそれはまあ皆さんにとってもなんか。 大ス助っていう人間が凡人以下の能力しか持たない人間がいろんなことに挑戦して失敗しまくってでもなんかヘラヘラ元気に生きてるんだったら僕も私もなんか挑戦してみようかなってどうせ失敗しても、まあ、大ス助があの言ってた失敗あんなバカみたいな失敗はしないように気をつけておこうだったり、まあ、僕の失敗を教訓に皆さんの,その人生を少しでもいい方向に変わる時に大ス助の教訓をもとにショートカットしてもらえたりとかあの、まあ、大の助が あれだけ元気に生きてるんだから多少失敗してもいいやっていうふうに皆さんが挑戦する時の失敗を失敗した自分を受け入れてもらえるようになったりとか大之助もやってるんだから自分も頑張ろうっていうふうに皆さんの背中を押せるようになったらいいなっていうふうに思ってそして何より僕も自分らしくそのなんだろう完璧な,なんか僕のチャンネルのタイトルとかで怠惰な自分を変える方法みたいにさもなんか賢い人とか優秀な人間能力のある人間みたいなふうにちょっと勘違いした方もいらっしゃるかもしれないですけど僕は。 なんかまあ、等身大の人間で自分に正直のありのままに生きたいわけなんですよね。ということもあって飾らない自分をちょっとお届けしたいとい,ういろんな、まあ、計略というか、まあ、計算計算 <laughs> まあいろんなその、まあ、打算があって皆さんにありのままの自分を紹介させてもらってるというか話させてもらってるわけなんですけどだから皆さんも「あの完璧とは、まあ、僕たちが憧れている人間,すら人間たちですら完璧じゃないよ」っていうふうに言ってるんだから。 僕たちもあの失敗を恐れずガンガンやっていきましょうと赤ちゃんのこれ思い出してみてくださいよ僕たちは一人で生きていくことすらできなかったんですよおしめを変えることすらご飯を食べることすらで,できなかったんですよそこから日本語を喋れるようになったりあの歩けるようになったり走れるようになったり最初は自転車乗れなかったけどもう補助輪なしで自転車乗れるようになったじゃないですかみたいな風に僕たちはたくさん挑戦して失敗の繰り返しでて ここまで大人になったたといかか成長してこれたじゃななですかなのに今までの学習プロセスを無視して失敗せずに成功しようと思うの成果を求めようとするのってなんででって話なんですよねだからその俺失敗しないから完璧だからみたいな風に言ってる人たちの言うことは無視しても彼らは勝手につぶれていくんでそれよりも自分の人生をどうやって変えるかだったら挑戦して失敗することがまあ失敗したら人生終わりじゃなくて江戸時代とかと違って。 なんか無礼を働いたところで、その場で切り捨てごめん。されるわけじゃないですよね。だからとりあえずやってみよう。とりあえず挑戦してみよう。っていう風に。まあ行動していきましょうと。結局、人間は自分の手の届く範囲からしか範囲しか変えることができないですよね。だから。あの、自分磨き運動するとか、睡眠時間確保するとか、食生活変えるとか副業するとか、自分の影響力とか、自分の能力とかを高めていって、まずは自分自身を幸せにすること。そして。 自分の大事な家族ととかか親友とかを守れる力彼らが窮地に陥っている,る時に助けられるような力を日頃から身につけていきませんかということをお話ししたかったです。ということで今回は以上最後まで聞いていただきありがとうございました。バイバイ。